競争ヤドリコバチナソニアビトラペニスは、様々なハエのサナギに産卵する寄生バチである。競争ヤドリコバチが寄生するハエの種は、通常、金梅と肉梅である。この性質は、競争ヤドリコバチをこれらの害虫の生物のお役として、有用なものにしている。寄生バチナソニア属には3種の金字種、ヌビトラペニス、エヌガーウルティアーリング、1990、ヌ。 ローンガコーニーズダーリング、1990がある。エヌビトラペニスは世界中に広く分布し、他の2種は北米に分布する。体長およそ2から3ミリメートルの小型の鉢で、全身は黒色で光沢がある。触角は黒褐色、足は黄色。オスの羽は歪小型。卵は縮小となるハエの囲いさなぎ柄に産み付けられる。 メスが、宿主の囲いさなぎ柄に遭遇すると、最初に、宿主を調べて、宿主の囲いさなぎ柄壁を通して、産卵管で穴を開け、毒液を注入する。そして、メスは、囲いさなぎ柄壁の下に宿主に産卵し始める。サーカファがぶらたさなぎ一つあたりおよそ20から50個の卵が産み付けられる。摂氏25度では、産み付けられた卵はおよそ36時間後に、孵化する。 幼虫は産卵してからおよそ9日後に宿主の中で養化する。さなぎの発育はおよそ3日かかる。新生虫は過去いさなぎ柄に穴を開けて脱出する。産卵から新生虫の脱出までに14日間かかる。後輩は宿主から出現した直後から行われる。求愛は簡潔であり、典型的な求愛孤児に関わる。後輩の後にメスは新しい宿主を求めて、 自分の生まれた宿主から分散する。ナソニアの系統は、プラスチック、ガラスバイアル、または、試験管で容易に維持できる。成虫が浮かしてきたら、宿主を、新しいバイアルの中に入れる。バイアルをより低温に置くことによって生活史の速度を、減少させたり、または早くすることができる。必要なら、2、3週間は冷蔵庫で生活史を停止させることも、できる。黄色さなぎステージと、 成虫段階が最も容易に保存可能だが、他のライフステージでも可能である。また、数週間摂氏25度で、成虫メスを10%スクロース溶液を与えることで生かすことができる。そして、新鮮な宿主を提供した場合、メスを1ヶ月以上生存させることができる。ありがとうございます。